岡山武田選手です。まず今日は体を張ったプレーが随所に見られました。どんな思いでプレーしていましたか？そうですね、まあ、前節ホームで、負けてしまったので、今日も1万人以上のサポーターが僕たちを後押ししてくれていたので、やっぱりみんなの笑顔が見れるようにという思いでプレーしました。今日少しメンバーは変わったんですけども、岡山らしさ出ていたと思うんですが、いかがでしたか？まあ岡山らしさ、まあ、松本もね、松本らしさを出していたと思いますし、まあ、随所にしっかり守らなきゃいけないところ、向こうがしっかり守るところっていうゲームだったと思いますけれども、まあ、こういうところでしっかり勝ち点3を取るっていうところが、まあ、これまでもそうですけど、まあ、僕たちの課題であって、やっぱり順位とか目指すところに行くためには、やっぱりこういう試合で勝ち点3を取るっていうチームになっていきたいですね。そんな中ピンチもあったんですが無失点でした。そのあたりはいかがですか？まあ、もちろん相手のシュートミスもありましたし、まあ、僕たちとしてはもっともっとシュート打たれないようなことをもっとやりたかったんですけれども、まあ、結果的にはゼロで抑えられたので、やっぱりこうディフェンス陣としてはゼロが1回あると少し余裕が持って次の試合からもいけると思うんで、まあ、岡山といえばもっと失点の少なさっていうところがまあこれまでもありましたので、まあ、終盤戦にかけてはそこのカラーをもっと出していけるようにしたいですね。まあ、特に攻撃の時サポーターの声援今日すごかったと思うんですが、いかがでした？いやもうね、最後苦しい時間帯も僕たちにこう雰囲気を作ってくれて声を出してくれて、まあね、走ることできましたし、まあ、最後のところで足伸びたりも本当にしたんで、やっぱりこういうところで勝ち点3取って最後にみんなでこう喜んで帰ってもらうっていうのが、まあ、やっぱ最高なんで、またそこにしっかりいい準備してそういうことがそういう結果が出るように頑張りたいです。暑い中でしたが勝ち点1は取りました。次につなげたいですよね。はい、まあ連敗しなかったっていうところも大事ですし、まあ、これからね、まあ、松本は順位的にも勝ち点的にもすごいライバルというかそういう試合だったので、まあ、どんどん上のチームについていけるようにしていきたいです。期待しています。ありがとうございました。はい。